お世話になっております、マサルです。今回は DNS ドメインネームシステムについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。 DNS はドメインネームシステムの略です。ポート番号は主に UDP の53番が利用されます。 DNS はホスト名から IP アドレスへ変換を行ってくれるプロトコルです。このようにホスト名を IP アドレスへ変換することを名前解決と言います。我々人間は普段インターネットするときに IP アドレスを意識することがありません。例えば Google に接続したいと思ったときに、ウェブブラウザで google.com と入力して Enter を押せば接続することができています。このときに google.com という名前を IP アドレスに変換して教えてくれるのが DNS の役割です。ちなみに用語の説明になりますが、 DNS サーバーに対して問い合わせを行うホストやソフトウェアのことをリゾルバーと言います。つまりリゾルバーがサーバーの UDP53 番に接続して DNS のサービスを受けて名前を IP アドレスに変換してその結果を受け取ります。その結果の IP アドレスを使ってウェブサーバーに接続するということですね。 DNS の動きと似たようなものとして携帯電話の電話帳の話がよく出てきます。人間は電話番号のような数字を記録することが苦手なので、電話番号に会社のような名前をつけて電話帳で管理します。電話帳で会社と入力して会社の電話番号を調べて、電話帳は会社の電話番号を教えてくれるという流れですね。 DNS が縁の下の力持ちとして日頃見えないところで頑張ってくれているおかげで、我々人間は快適にインターネットを楽しむことができています。それでは今回もパケットトレーサーを使って DNS の動きを見てみたいと思います。それでは今回もパケットトレーサーを使って DNS の動きを見ていきたいと思います。このパケットトレーサーのファイルも概要欄からダウンロードできますので、ぜひ一緒にやってみてください。では手順に沿ってやっていきます。まずは手順1、シミュレーションモードを起動して、フィルターは DNS、HTTP、TCP、UDP にします。シミュレーションモードを起動して、フィルターが DNS、HTTP、TCP、UDP であることを確認してください。シミュレーションモードを起動したところで、簡単にネットワークの構成について説明します。上の段が DNS なしのネットワーク、下の段が DNS ありのネットワークです。それぞれ PC から Web サーバーに向かって Web ブラウザを使って通信します。DNS なしの場合と DNS ありの場合で、どのように Web サーバーに接続できるか確認していきたいと思います。まずは手順1、DNS なしの場合を見ていきます。Web ブラウザーから IP アドレスを使って Web サーバー1に接続してみたいと思います。PC0 を選択してデスクトップタブから Web ブラウザーを起動してください。ここで IP アドレス、接続先の Web サーバーの IP アドレスを入れてください。192.168.0.100 です。入力できたら Go ボタンを押してください。すると HTTP なので TCP による3 way ハンドシェイクが行われます。3 way ハンドシェイクは過去動画で説明しているので説明は省きます。 3 way ハンドシェイクが終わって HTTP による通信が始まっています。はい、無事にウェブサーバーと通信してトップページが返ってきました。このウェブサーバーは IP アドレス 192.168.0.100 です。 URL はmasaru.com ですと書いています。 google.com のようにこのウェブサーバーは masaru.com という名前を持っているので masaru.com でも接続できるようです。では試しにマサル .com で接続してみたいと思います。一度リアルタイムモードを押してシミュレーションモードをクリアしてください。もう一度シミュレーションモードを起動させて、さっきと同じ手順で PC0 からウェブサーバーに接続してみたいと思います。一度ウェブブラウザを閉じてください。もう一度ウェブブラウザを立ち上げてマサル .com と入力してください。マサル .com と入力できたら Go ボタンを押します。するとホストネーム Unresolved と出てきました。最初のネットワーク構成では DNS がないので、このように名前で指定されても IP アドレスがわからないので、このようなメッセージが表示されています。では次、手順3番に移っていきます。手順3番は DNS ありのパターンです。スイッチの上の方に DNS サーバーが存在しています。それでは先ほどと同じように Web ブラウザを使って Web サーバーに通信してみたいと思います。 PC1 をクリックしてデスクトップタブから Web ブラウザを立ち上げてください。URL にマサル .com と入力してください。マサル .com と入れたら Go ボタンを押します。するとシミュレーションモードになっているはずなので DNS サーバーに対して DNS の通信が行われます。ここで注目してほしいのが、 DNS は UDP の通信なので 3way ハンドシェイクを行わずにいきなり DNS の通信が始まっていることです。 DNS サーバーに対してマサル .com、
というホスト名の IP アドレスを知っていたら教えてほしいといった情報が来ます。その通信に対して DNS サーバーはマサル .com の IP アドレスの情報を知っていればその情報を送ってあげます。今 PC1 はマサル .com の IP アドレスの情報を手に入れて、対象のウェブサーバーと HTTP 通信をするために TCP の 3-way ハンドシェイクを行うフェーズに入りました。 HTTP は TCP を使うので、このように一度 3-way ハンドシェイクを行ってから HTTP の通信が行われます。 3-way ハンドシェイクが終わったら PC とウェブサーバーで HTTP の通信を行い、ウェブサーバーからトップページの情報を取得することができました。このように DNS サーバーがあれば名前を IP アドレスに変換してくれて教えてくれるので、我々人間は Web サーバーの IP アドレスを知ることなく通信することができています。それでは次、手順5番に移っていきたいと思います。一度シミュレーションモードをリアルタイムに変えておきましょう。では手順5移っていきます。手順5では DNS の設定内容を見ていきたいと思います。 PC は DNS サーバーの IP アドレスの情報を持っていて、先ほどのように名前解決が必要になった時にどのサーバーに対して名前解決を依頼するのか設定する必要があります。 PC の DNS の設定はデスクトップタブの IP コンフィギュレーションの DNS サーバーのところから確認することができます。 DNS サーバーとして 192.168.0.10 を指定しています。名前解決が必要な時はここの DNS サーバーに対して通信を行うという設定がされています。さらに DNS サーバー自体にももちろん設定がされています。サーバーを選択してサービスを選択してください。ここで DNS を選択してもらうと、どのような情報が登録されているかを確認することができます。このようにマサル .com という名前は 192.168.0.100 という IP アドレスですという情報を管理しています。このような情報があるので PC1 からの問い合わせに対して答えることができています。さらに PC では一度受け取った DNS の情報を一時的にキャッシュします。実際の PC でもどのような情報をキャッシュしているのかを見ることができますので、もし Windows 環境でこの動画を見ている人がいれば、コマンドプロンプトから ipconfig/displayDNS と入力してみてください。ipconfig/displayDNS と入力すると、例えば www.google.com の IP アドレスが何であるか、このような情報を見ることができています。このように一時的に情報を記録しておくことで、いちいち DNS サーバーに問い合わせに行かなくても自分自身で持っている情報を頼りに通信することができます。このように PC では DNS サーバーに一度名前解決してもらった情報をキャッシュしておくことで、次回以降はこのキャッシュのデータを使って効率的な通信をすることができています。それでは今回はパケットトレーサーを使って DNS の動きを一緒に確認してもらいました。お疲れ様でした。それでは今回は DNS について一緒に勉強してみました。 DNS はドメインネームシステムの略で DNS です。 DNS が使うポート番号は UDP の53番です。 DNS がどのような役割かというと、名前を IP アドレスに変換してくれる役割です。このような役割のことを名前解決ということもあります。ぜひ覚えておいてください。さらに名前解決を依頼するクライアントのことをリゾルバーと言います。リゾルバーという言葉もよく聞くので、ぜひこの機会に覚えてみてください。それでは今回は DNS について一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか？もしこの動画参考になれば、高評価、チャンネル登録してもらえるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。